と、あれあんたら疲れた顔してどうしたな。止まっていくか。止まっていく。一眠りするといいだよ。戻ってきた。よっと、ただまひゃあ、あんたら止めたと思ったらいなくなって、一体どこ行ってたのさ。ん、今気がついたけど、夢に出てきた人にそっくりだよんの。そや昨日まであの辛い夢は見なくなったし、夢と違ってあの人は死に、わしはこの町に住み着いた。おや、あんた持ってるそのリング、うん、私が若い頃になくしたリングによう似とるわ。誰にあげたんだったかの。もう録はしたくないもんだね。ごめんください、ここにジーナさんという。ジーナやね、あんた。おお、しわくちゃでもよくわかる。やっぱりジーナやな。俺だ、イリアだよ、ジーナ。生きてたんかい、あんた。生きとったんかい、あれ。おうともよ、俺様が簡単にくだばるかってんだよ。ジーナ。どこ行っとったにゃ、わら。本当はこの町に寄る気はなかったんだがよ、おかしな夢見てな。あんたも夢を、待っておくれ。あんたたち、これが必要なんだろ。これが鏡の鍵さ、持っておき。これはイリアの形見だよ。イリアが戻ってきてくれたから肩身はいらんのよ。私を夢から救ってくれたあんたたちだね。ありがとうよ。世話になった。気ぃつけていくんやで。その鍵を使えば月鏡の塔に入れるで。伝説が本当ならラーの鏡というお宝があるはず。もう少し若かったら俺たちが行きたかったところなんだがよ。俺たちの時代は終わった。今度はおめえさんたちの時代だ。お、回復してるな。さあ、1599ゴールド、鉄カブトを買おう。先ほどジーナばあさんに旅のご老人が訪ねてきた。古い知り合いか何かだろう。鉄カブト、ここがきついんだよな。もうやだ、アイテム整理やだ。わらわら、鉄カブト、めんどくさい。そうそう、おお、かっこよさ97。鉄カブトはかっこいい。木の帽子はハッサン装備してるね。チャボロが来るまで装備は持っておこう。うろこの鎧、次きついんだよな。鋼の剣も欲しいけど、まあいいか。鉄の盾も1個は買っときたいが、お金が足りない。やっぱね、使い回せる装備はね、一番いいの1個は買っておきたいよね。となると鱗の鎧を売れば、まあ刃のブーメランが来たんで、普通のブーメランはもういらない。よし、お、もう格好さ100超え。いらっジシャーベーソフィー。いやー邪魔だ。さあって、これで鏡の塔に行けるな。セーバーレイドってな。お金があんまりないから脂肪はあんまり気にならないんだけど。レッツゴー。いいね、このエンカウント率の少なさ。高い高い。
ミレイユが大変そうな動き。到着。やった。袋の中だけど大丈夫だった。ここね、まだ敵出ないんだよ。階段があるけど何もない。おかしいな。あれ？あ、宝箱だ。鉄の胸当て。やったぜ。これハッサンの装備じゃねえか。ミレイユ。ハッサンに装備させよう。なぜかってミレイユはアイテムがいっぱいだったからめんどくさい。アモルのミレイユを片付け。小さなメダルを片付け。めんどくせえ。そしてハッサンのお下がりの毛皮のマントを着ろ。いやーよ、ハッサンのお下がりなんてお父さんと同じ水で洗濯物を洗わないでくれるって。匂いが移ったら嫌だもん。ほらかっこよさすっごい下がっちゃった。邪魔なものは袋に入れよう。OK。 あら、行き止まりだ。どういうことだ。おかしい。階段が鏡に映ってないよな。おかしいな。こっちは映ってるのにな。小芝居はいいか。めんどくせえ。あれれ。調べる調べる。このままおとなしく引き返せばよいものを。バレてしまっては仕方がない。ここから先は進めぬぞ。ポイズンゾンビ。やばいやばいよやばいよ。戦う。飛び膝蹴り。間違えた。まあいいや。シャドウ。すか、痛い痛い。まだいける。まあ、早めの回復大事。痛い痛い痛い。ボスの連戦とは。はい。猛毒はやめて。通常の毒はいいっす。大したことないんで。キアリ。痛い。ハッサン強い。早め早めの回復。早めのパブロンっていうしね。その毒はどうでもいいです。死なないんで。一応あれだな、ミレイユと俺が先制できる感じで、ハッサンが強硬な感じだな。普通の僕はいいです。終わってから直すんで。ほい。お前ゾンビだろ。 FF だったらダメージ食らうぞ。一回帰ろうかな。まあ、薬草めちゃくちゃ持ち込んでるから、ね、薬草使えば多分1回で帰らなくてもいけるけど、別に早解きしてるわけじゃないか。あー、しまった、攻撃しちゃった。ホイミはね、デレコードだからね。こっち全体攻撃だから、ホイミ分のダメージ俺一人で与える。このさ、ポイズンゾンビの使ってくるさ、ポイズンゾンビはいきなり襲いかかってもクソも、もうすでに退治してる時点でいきなり襲いかかられることってないよね。ミレイユが猛毒に。お
前が油断したのが悪いんだろう。ちょっと見れよ、僕も直しておきたいから。次のターン俺も回復もあるか。一旦回復に回ろうか。薬草が終わらんか。よし、やったな。MP 使わされたな。まあもう1体減った時点で楽勝だ。これは1回帰った方がいいな。ちょっと MP 消費しすぎだわ。このあとキアリーも使うこと考えたらさすがにきついわ。よし、はあ、やったな。よしよし、まあ、3対3だ。卑怯とは言うまい。もうこうなったらほぼ回復もいらない。3人に勝てるわけないだろう。ほいにしてなんだ、延命したっていつか死ぬぜ。ですよね。うまい、経験値うまい。ボコボコ、笑。よし、痛い。さすがにこんだけ使わされたら帰るわ。ドラクエの馬車の横のやつって動きよくわかんないよね。なんていうかポブデピピックみたいなセリフを言いたくなるわ。そういう移動する、そうはならんやろ、なっとるやないかい。言いたくなるよ。そんな移動の仕方する。あ、アイテム、よし、200動き。どっちから行くのが正解なんだろう。何も覚えてないから、まあ左からで。え、どっちから行くか。あった、あった。こっちだ。どうやら順軽いラフト感を味わった。いらからば力の種、こい、3だ、3だぞ。くっそ、リセットして。おお、キャドはやめろ、みんな頑張ればダメだ、いけない、それ以上いけない。
やめて、マホトーン。あ、いいや。このままでいいや。マホトーンだから。ハリケーンミキサー。ラリホー。ラリホーは聞くのかな。ドラクエあるある、うまく入れない。お、いたいた。あれ、鏡にも映んねんだ。もこもこ銃。今ね、力の差で2個目3個目111が11だ。まあこれが44とかだったらだいぶ違うからね。まあ上がらなかったものはしょうがない。はーい。私が見えるの？見えないよ。何言ってんの？見えたから話しかけたんでしょ。まあそうなんだけど。見えないみたいで、話しかけても返事もなくて寂しかったのよ。ほら、鏡も私に映らない。嫌になっちゃうわ、と。ラーの鏡なら私映るかもしれないって、ここまで来たんだけどね。一緒に上まで行くわ、って。ずいぶん強情なやつだな。どうする？いいえ！だろうな。お前ならそう答えると思ったよ。はいかイエスしかないの。やめろ。あ、私の名前バーバラ。覚えてるのはそれだけよ。ほんと寂しかった。出発。出発中チンコ。うわ、シャドウだ。シャドウ。え？やめろ。冷たい息をして帰ってきたよね。凍えるべきじゃないだけマシか。腐ってるね、確かに。あれ、攻撃当たんなかったっけ。これキャドしないと倒せなかったような気がしてきた。やめろ。だよね、これキャドしか効かなかった覚えがある。やめろ、笑い。まあ薬草いっぱいあるんで、回復は薬草でいきますか。その度に薬草買ってんだからね。ただもうボスは先倒したから、ボスいなかったはずだ。うわー、悪魔の鏡っていきなりモシャスしてきたけど全然覚えてないな。眩しい光してくんだよね。そんな覚えはある。痛い。やめろ。なんとか倒せ。うわー、眠り耐性。そんなものはボシャス。いや、目を閉じてるだろ。お前ら寝てんだから、まぶた開けて寝てんのか。お前、よし、で玉ねぎマンを殺せ。よっしゃ、ねえよ、2人化けたら意味ねえだろ。やめろって。よし、いや、ハッサン容赦ねえわ。ミレイユに化けたねえ鏡に遠慮なく飛び膝蹴り。男女平等キックだよ。やめろって。やめ、これで一組100人ぐらいあるんだよね、確か。しかも勝って強っ。通常攻撃は弱いんだけど、
強い。薬草がメリメリ減っていく。俺の意味は使っていいのか。シャドウは残しておかないとダメだからね。スイッチだ。まあ、1体なら。うわ。メリにならない方が強いんじゃないですかね。あら、珍しいね。ドラクエ4の時は確かね、勇者には負けられなかった。ぶっちゃけ俺に化けるのが多分一番弱いぜ。ホイミしか使えないし、攻撃魔法ないし、ハッサンみたいに攻撃力高いわけじゃないし、多分俺に化けるのが一番弱いぜ。痛くない。よし。ほい。よしよし。なんだ、上だな。悪魔の鏡って逃げれんのかな。今のうちに確認しとく。逃げれるな。こいつない。体力高くてあまり美味しくない。お、あ、そうだそうだ、モコモコ銃。こちらに気づいてない。じゃあ抹殺だ。あ、そう、久しぶりに爪で攻撃した。ぼーっとしている。お前何しに出てきたんだ。うまいうまい。なんで壊れるんだろうね。それがわからない。悪魔の鏡。こいつらめんどいだけだからね。昔のプレイしてた時はね、逃げるなんて卑怯者のすることだって逃げなかったな。いら。確かに思ってた。わら。